はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、シチュアートを書いていきたいと思います。ミニオンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。真ん中にゴールをくるくるくるーと丸を書きます。で、横にピッと線を引いてくるくるー、で、もう一個の中にくるくるーと丸を書きます。ここを黒く塗ります。で、ゴールの外側をくるくるくるっと丸を描いていきます。で、ちょっと厚みをつけて、もう横にピッ、で、口をニヤッと上げて、頭を丸く、くくくく、スーッと押していきます。で、毛をちょっとだけ左右に生やして、で、ボタン、こっちもヒーム、で、ボタン、で、手をビーンと上げて、で、手袋、はい、で、横にピッ、で、くるくるくるーって動かして、ポケット、こっちもくるくるーって動かして、ポケット、で、お腹を丸く入って、ちょっと手を動かしていきます。テーブルクロスを、で、真ん中にポケット、よし、こいつ、で、こっちも足、こいつ、顔を黄色で塗っていきます。今日はオール水色で塗っていきます。目を赤茶色で塗っていきます。で、ゴーグルをグレーで塗っていきます。で、紐を黒で塗っていきます。手袋も黒で塗ります。
はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。